この度はトヨタレンタカーさんをはじめ、佐賀県警、そして関係各位の皆さんに私の事故により多大なるご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんでした。正直気の緩みがあったのだと思います。今後も車の運転を続けていきますが、より一層気を引き締め、この事故をきっかけに今後も安全運転に、最大限の注意を払って生きていきたいと思います。今後ともよろしくお願いします。